ご注意。この動画には流血成分を含みます。それでもいいって答えない。ブラウザバック。本当に見るんだな。こんなサイコパスとの誤解を招く。さてさて、平和なまばし駅よりこんにちは。物騒にした張本人はなんか言うとる。今日は、東京から最も近いローカル線。流鉄流山線に乗るよ。まばしから流山までの 5.7km を片こと走る。千葉県の短い私鉄だよ。東京駅から、片道45分で行ける駅やけど、向こうに見えるのは2両編成、ぼっち。JR 駅に繋がる通路の片隅で申し訳なさそうに佇む様は、金に物を言わした安い業者ブログに埋もれる。追いやられつつ頑張る個人ブログともにつかぬけなげさやで。本数は毎時3から5本。ローカル線にしちゃ多いけど、東京駅 20km 圏内にしては少ない。イーロンマスクの肩を持つ追配の人口並みに少ない。そんな第一印象から、なかなか攻めた路線。早速乗って。おい、うるさい。発車メロディーなんてこじゃれたものはなく、使われるは価値の発車ベル。結構音量でかい。ゴリゴリに思想が偏った人の声並みに音量がでかい。列車が行った分、ホーム探索に回せるってことで、切符を買うで、5.7km 先の終点までは200円。初乗りですら130円。同じ千葉を走るのに、初乗りで210円分取ってくる。どっかの高額鉄道とは大違いやで。ペンギンの職人地支配の手は及んでないから、スイカなどの IC カードは非対応。キャッシュレスとかそういう概念はどこ吹く風で、現玉しか受け付けない。200円の切符を片手に改札を通るで、入境、駅員さんが、切符をパチリってやったりはしないらしい。もちろん自動改札もないから、切符に施す細工は何もない。ガランドーな改札の先には、着飾らぬホームと木造の屋根、やれ、木を採用したぬくもりの空間などと補作デザイナーの、一歩先かつ十歩後ろを行くスタイル。そうかと思うと、モダンの洗礼を下手に受けた駅名標が待っている。律儀に、RN というナンバリングまで付けられている。一休みしていると、これまた2両のオムライストレインなる車両が来た。赤木号と呼ばれる赤と、菜の花号の黄色を繋いだ車両は、さながら、オムライスのカラーリングとそっくりやで、あるいはサニサプリメントの広告のカラーリング。しかしこの車両の導入経緯は、ちょっとブルーな理由によるもの。流鉄は2両5編成をやりくりしていて、運行にはそのうち3編成が必要。ところが、赤木、菜の花が、それぞれ1両ずつシフトにつけない状態に、そこで、しゃあねえなあ、って理由で、赤と黄色を1両ずつ組んだのが、その始まりや。夫愛は一般性癖だから、夫編成ももちろん好評。この時売り出された定規は、500個すぐ完売。もう一方の赤、木列車の検査、修理が終わると、そっちも色違いに、結果として、オムライスが2つ走る路線になったで、流れ山に住む漫画家が手掛けた、こんなヘッドマークも飾られている。2022年8月末までのつもりが、なぜか今も飾られている。可食部はないけど美味しい。そんなオムライスは、オールロングシート。西部に、101系クレ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 とねだった末に得た。40年選手の車両やで、車両自体は、伊豆った子や近江鉄道とかでも走ってるから、言うほど珍しくはないけど、こういった場所を走っているから重要、ということで、早速乗っていこう。本当は、右側の窓から、方面展望をしたかったねんけど、窓が、ジロリアンのメガネぐらい曇っとったから、左側の席に座りながらにするで。流鉄流山線の今を語ったから、そろそろ過去についても語ろう。この千葉県北西部を走る短い路線。もともとは、流山のみりん輸送がメインだった。流山近辺で作られた、もち米とうるち米、それから江戸川の水が、醸造を後押しした感じやな。そうして、水運に喧嘩を売るべく、1916年に敷設された流山軽便鉄道。資本金のほとんどは、100人以上の地元の株主が出したから、靴にこびりつくガムのごとく、地域にとことん密着するような路線。それもあってか、ちまちま乗客が増え、流山電鉄に社名も変わって、1924年には、762mm だったレール幅を、国鉄と同じ 1067mm の狭幅にしたで、貨物入れて、いいよっていう、国鉄とのやりとりがあったからね。ただ、電信で他の地方に浮気しようという気概も、なんとなくあったようで、例えば、まばしから市川のあたりまで延伸したいっていう構想があったで、ちょっとすごいので言うと、流山からはるばる 50km、小山まで延伸したいって構想もあったで、幼稚園児が言う将来の夢並みに、でっかい野心を抱いていたけど、あ、寝言言ってる、とっとと寝ろキャハハ、という感じで、普通に却下された。いずれにせよ、地元に深い根を張ることになった路線。戦後にはいよいよ電化。燃料なんかねえよ、電気こそが正義。
という状態だったからね。仕方ないね。しかし変電所を作れるほど流鉄の規模はでっかくなかった。そこで流鉄は国鉄から電気を借りることになったわけや。私国鉄がないとやってけないの。とラブラブ不服な関係にあった中、流山電気鉄道、流山電鉄、総武流山電鉄と社名を特会引っ換え、日創作縛りに名前を変えているのはさておいて、高度経済成長期に沿線の開発が進むとバコバコ住民も増えてくる。それでほぼ同時期には列車交換設備を途中の小金正子駅のあたりに設けたで、さらにこんな単線でみりん運んでる場合じゃねえと言い出し、それで1977年貨物輸送から幹線旅客輸送にルイと舵を切った。今はもっぱら通勤通学日常使いの路線になっとる感じやな。ちゅうわけで高野駅到着。より栄えてる新松戸駅から歩いて2分だし、バリアフリーに寄り添ってるしで、まばしという終着駅の面目を潰さんとばかりにゴリゴリに人が乗ってきた。でもこの駅は流山線の中で一番新しく1960年頃に作られた駅だけど、その頃はまだ国鉄の新松戸駅は開業してなかった。そんで常磐線武蔵野線の新松戸駅が開業した後、国鉄に愛と客を注ぐべく開業から少し経ってちょっと北に移設された。武蔵野線は流鉄とちょっとルートがダブってるのによくやってくれるで。ただ今の流鉄のライバルはそんな中途半端なところを回る路線じゃなく、本当のライバルは爆速でオタク内とかの都心部まで突き進むつくばエクスプレス。流れ星のごとく現れたそいつは流山市内に3つも駅を設けやがったがばかりに、流山線から客をそいそい奪ったせいで流鉄利用者数はつくばエクスプレス開業前の6割弱に。そんなハイエナを野放しにしようだなんて、さすがに流鉄の腹割ったも見えくり返ると思いきや、ちょくちょくコラボでスタンプラリー企画をやっているので、同担拒否者おら、カニラカで叩くぞとか言い出すタイプの鉄道会社じゃなかった。そうは言っても流山線は赤字、黒字のちょっとした不動産と合わせてようやくトントンといった具合。そんな中でも打開案として流鉄ビアー電車という流鉄100周年記念のグルメイベントを車両基地とかで開催したりと、なんとかもがいて頑張ってる。流山市の人口が増えていることもあってか、利用客自体は減ってはないけど鉄道の赤字は埋まらないし、全体で見ても2020年度から赤字だし、大手私鉄の子会社でも他に買い事業があるわけでもないから危なそうな路線。いっそホリエモンに運営を任せて元ゲーム散歩と同じ道はたどらなくていいのよ。さてさて小金正子駅到着。名の通りこの近くには下草の豪族高木氏が築いた要塞小金町の跡地があるで、その後北条氏の支配下に入ったけど、攻めも受けも経験せず小田原攻めて秀吉の手に。そんな小金正子の駅は距離的にはちょうど中間駅で、唯一の交換可能駅まばし流山の両方の終着駅は一番線しか使われなくなったので、実質流鉄で唯一2番線まである駅と言ってもいいかも。ところでこの中間駅、ダイヤ的には相当役割が大きいで、というのも流鉄は全線走破に12分かかるんだけど、朝ラッシュ時間帯には13分間隔で列車がやってくる。構造的に2編成しか回せないから折り返し時間は1分。文科省が作り出した脳筋ヒエラルキーみたいな怒涛の折り返しだけど、小金正子駅がいいところにあるおかげで過労限界ヤバダイヤが成り立っている。まあ小金正子駅は400メートル弱移転した末に交換可能駅になったから、最初からやれとどやれるほどの身分じゃなかったで。ただ移設時は地域密着型の鉄道路線なだけあって、駅と県営住宅を一つにまとめて建てるというなかなか斬新な駅の建て方をした。どうかしてるピコ太郎が建てたみたいな駅構造。住宅の方は耐震性と老朽化で2015年に取り壊されたんやけどな。キレガサキを出た、寿司ヶ崎って読みたくなるけど、ふっとこらえて、駅名の由来は、弘法大師が薬師如来像を掘りたいってなった時、竜が木をプレゼントしたんやけど、その木の先に、竜のヒレがついてて、すげえってなったかららしいで、唯一、開業時から、今の今まで存在する途中駅なのに、すんごい話に尾ひれがつきまくったみたいな由来してる。あ、そうだ。この辺りで、つくばエクスプレスと交差するよ。しかし、つくばエクスプレスサイドは地下、せやから、目に見えぬものに客を奪われ、存在を脅かされているって状況や、昔は3両だった流鉄も2両になり、平和が脅かされる中、お次は平和台駅。平和台駅からおおよそ500メートルのところには、赤城山が存在する。ドヤ顔で、群馬帝国に腰を下ろす。あの赤城山だけど、あの赤城山じゃないで。群馬の赤城山の一部が洪水でここに流れ着き、それが千葉の赤城山になったとか、これ、流れ山って地名の由来にもなったらしい。標高15メートルのくせによく山名乗れるなというネームハラスメントはまた別の問題。そんでラスト、流れ山、せっかく乗ってるから乗り心地でも軽く言うとくで、なんというか X 軸 Y 軸 Z 軸にゆらゆら揺れるから、先端技術に飼いならされた現代人にとってはちょっと乗り心地悪く感じるかも。
せやけど、こうした揺れもまた心地よさを感じるもんね。撮り鉄、乗り鉄、音鉄、文字鉄まで、ありとあらゆるてっちゃんを満足させる。現代の疲弊を忘れ、恋12分を済ませる。そんな両路線、両車両だと思うで。流山線とは言いながら、せいぜい、流山市の南側3分の1しかカバーしない。平和台から、わずか600メートル進んで、終点の流山へ。遠目に見ると、徳川家康を誇る、某79万都市の私鉄の車両に見えなくもない。あいつ中数年もすれば、お隣の祖父に寝返るくせに、よくもまあ浜松市はあんなに狸のことを信奉できるもんだ。すれちってか、どがちになるから緩和球大。ホームには、流鉄の車両、流星号をモチーフの自動販売機が構えている。向川線の時は、購入時に、かつての車内放送が流れたねんけど。買ったコーヒーとは対照的に、この自販機にはぬくもりはなく、ただただ機械的な金銭のやり取りに終わってしまった。あとブラックだと思い込んで飲んだら、これブラックじゃなかった。これが本当のブラックジョーク、なんてな。折り返し列車の発車を見送るよ。手前の番線表記、向こうに見える時計、展示ブロックのない世界。抵抗制御とジョイントーンの調和など、ローカル線としての美しさは語りきれない。OS ガイライナー的な言い回しをすると、日暮里から又地まで36分。ファミレステロリストの個人情報並みにオープンになってる。終点の車庫も、そこはかとない西部の僻地感を、醸し出している。アナログだけど、独特な改札を抜けた先には、獣アホイホイのキャラクターだっている。名前は龍之進。ぼんやりした不安とか抱えてそう。以上、個性の強いローカル線、流鉄でした。ほぼ鉄道事業一筋なのに、日本民営鉄道協会に所属してない。せやけど、だけど、流山市が舞台のアニメ、ロコドルともコラボしていて、フットワークは軽いので、フラット日帰りでも、他路線のついででがっつりでも、ぜひ乗ってみてね。最後に、簡単な絵でも描きながら、この動画を終わろう。次は、ひれが崎でございます。